空が小さな夕霧になっていたんだ絵文字は苦手だっただけど君からだったらワクワクしちゃう返事はスクにしちゃダメだって誰かに聞いたことあるけど駆け引きなんてできないの好きなのよ恋しちゃったんだ多分気づいてないでしょう星の夜で書いてメッセージ桜が咲いているこの部屋から見えてる景色を全部 世界と10秒取り替えてもらうよりほんの1行でも構わないんだ君からの言葉が欲しいんだ嘘でも信じ続けられるの好きだから 甘くなる果実界の何気ない会話から育てたい恋の始まり胸がキュンと狭くなる いつまでも待ってるから春の冷たい夜風に預けてメッセージ恋しちゃったんだ多分気づいてないでしょう星の夜願い込めてチェリー指先で送る君へのメッセージ宝部です本日も動画を見てくださいまして誠にありがとうございましたもしいいなと思っていただけましたら高評価とチャンネル登録そしてとしみっちゃんのチャンネルもぜひチェックよろしくお願いしますそしてリクエストもお待ちしておりますコメントぜひよろしくお願いします以上宝部亮次でございましたまた次回の動画でお会いしましょうグッバイさよならザイチンアディオスバイバーイ